人は勝つこともあるし、負けることもあります。でもその深みを理解していれば、人はたとえ負けたとしても、傷つきはしません。人はあらゆるものに勝つわけにはいかないんです。人はいつか必ず負けます。大事なのはその深みを理解することなのです。最も勇気あるものは、最も心優しいものであり、愛あるものは勇敢である。天下は死をもう5年間だけ生かしておいてくれたら、私は真の画家になれただろうに。あれになろう、これになろうと焦るより、不死のように黙って、自分を動かないものに作り上げろ。世間に媚びずに、世間から仰がれるようになれば、自然と自分の値打ちは世の人が決めてくれる。愚かなりとも、努力を続ける者が最後の勝利者になる。家が貧しくても、体が不自由でも、決して失望してはいけない。人の一生の幸も災いも、自分から作るもの。周りの人間も、周りの状況も、自分から作り出した影と知るべきである。一晩中、私は考えた。考え尽くした。私のしたことは、外交官として間違ったことだったかもしれない。しかし、私には頼ってきた何千人もの人を見殺しにすることはできなかった。そして、それは人間として正しい行動だった。成功者は、たとえ不運な事態に見舞われても、この試練を乗り越えたら必ず成功すると考えている。そして、最後まで諦めなかった人間が成功しているのである。日本人の没落という時に、何が一番気になるかと言ったら、今後右肩上がりの経済成長が続くとか、マルチメディアがどうしたとかいうことよりも、この国にいる子供たちが元気なのかどうかということが、僕は一番気になります。人間は弱いものだからね。平穏無事に生きているときは、大して良い考えなんか出てこないのさ。ここを踏み外したら真っ逆さまだぞと追い詰まったとき、やっとこさっとこう、頭がフル回転し始める。